っぱ左の方がなんかあるのかなっていうのは、ここら辺。だから、右側の肝臓と、こういうラインのチェーンがあるから、筋膜が。皆さんこんにちは、星海カウンセラーの井川ママです。今日は風のサロンの第4号ということで、遠野良二さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では遠野さん、何をされている方か、ちょっと皆さんに自己紹介をお願いします。はい、遠野と申します。オステオパシーという徒手療法、手でやる治療の治療院をやっています。徒手療法、はい、手でやる治療です。そういうふうに言うんですね。はい、はい、オステオパシーはい、っていうの私ちょっと初めて聞くんですけど。そうですね、あのアメリカで生まれたんですけども、うん、ちょっと100年ぐらい前になるんですけども、今欧米欧州結構法制化が始まってまして、人気なトリートメントになっております。あとプラス何か理学療法士の、もともと理学療法士でですよね、はい、運動療法の方もですよね、はい、その理学療法士を学んで、オステオパシーを学んで、どういう違いが、ご自分の中に違いというか、はい、何か感じることありました？はい、まず治療効果が全然違うんですね。効果、はい、効果が、はいはいはい、これは本当に違うんです。魔法みたいな感じ。まあ魔法でなくて、ちゃんとした科学的なものなんですけども、うん、やっぱやるとやらないのでは全然違くて、うん、ぜひ一人でも多くの人に出てもらいたい治療法です。なかなかこの日本とか東京でそんなに聞いたことがないんですけど、うん、そういう治療院は結構まだ少ないんですか？そうですね、まだ日本に正式なオステオパスは本当ごくわずかで、はい、少ないですね。教えてくれる人がまあいない。そうですね、私も今フランス人の先生にずっと教えてもらってて、フランスの先生に教わってるんですね。はい、直接、はい、教えてもらってます。あ、じゃあまだ日本人でそれを教える人が、まあ、正式にはフランス その政府にお墨付き の、うん、法制化されてるので、ちゃんとした先生というんですかね、うんうん、そういうのはまだ日本に本当ほぼいないと言ってもいいかもしれません。じゃあもうその治療方法を私もこれから試すんですけど、はい、まだ試してない人いっぱいいるってことですよね、日本に。そうですね、もう僕の友達とかみんなオステオパシーやってるので、うん、当たり前になってるんですけど、うんうん、やっぱやるとみんな不思議だ不思議だっていうので、うんうん、やっぱ少ないと思います。楽しみです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずオステオパシーではこう全体傾聴って言って、まず体に効きますね。うん、体に効く。そうするとこっち側に何かあるなっていうのが分かるんですね。こう右に引っ張られるっていうと分かりますね。はい。なんでわかるんですか？引っ張られるんですよね、張力があるから。はい、お辞儀してください。そうするとこの左がね、悪いのがわかりますね。はい、OK です。左が悪いんだ。そう、左の下肢が何かあるなっていうのがわかるんですね。で、じゃあ右足前出せますか？はいですね。で、もうちょっと5度ぐらい曲げてください。そうです、そう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 、うん、止めてくださいね、動かないで、うんうん、で、よいしょ、これ強いですよね。こっち大丈夫、OK です。はい。ああ、これも強い。はい。はい、今度反対です。ね。で、ちょっと今ね、足が内側に入ったんですよ。これ足が悪い、膝がニーンって言うんですよ。で、これが、よいしょ。ああ、でもまあまあ強いけど、手が頑張っちゃうよね、うん。で、こっちが、うん、こっちが弱いよね。やっぱ左の方が何か問題あるな。本当だ。すごい。はい、じゃあ、片足立ちしましょうか。右足上げてください。右足を上げる。そうそうそう、はい、反対どうですか？うんうん、もう一回いいですか？ちょっとこちらはオフオフになって、ちょっと後ろに行く感じしますよね。後ろに行く感じが、背中の筋肉使っちゃってるなって感じですね。もう一回いいですか？で、こっちは、うん、やっぱ左の方がなんかあるのかなっていうのが、ここら辺だから、右側の肝臓とこういうラインのチェーンがあるから、筋膜のチェーンがあるので、今日の治療ポイントはこういう感じで行こうかなっていう感じですね。じゃあ寝れます。はい、まあ、もうこっちは開いてるんですけどね、すでにね、ちょっとこっち開いちゃったね。あー、ほんとだ。そうそうそう、これが動かないんだけど、ここがこのぐらいになってると、うん、これがあれあれちょっとこっち行きやすくなってますね、うん、こっち行きやすくなったね。めっちゃ行きやすくなった。こっちも行きやすくなったね。うん、だから、ここら辺の膜がこう緊張してるんですね、うん、ぐっと。で、肩も少し下がってたから、うん、こうなってて。はあ、だからここを治療すると、はあ、多分、ここら辺の問題が解決。へぇー。ここに引っ張られてんの？はい、そう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 。で、見ると、やっぱ右肩の方がちょっと、
っち行っちゃうし、うん、こっちの方がいいかな。少しやっぱこっちの方が高いんですよね。うん、こんぐらいで。これ違う。で、治療したらどうかなっていう感じで、うん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 。やっぱこのラインぐらいが気になるかな。はい。ここは何ですか？ここが肝臓ですね。肝臓ですね。はい。肝臓が疲れてる。飲みすぎかな？飲みすぎだかな。ここら辺ですね。まあ、肝臓か胆のどっちかですね。ほう。で、背中の張りは、こっちの方が痛い。痛い。うん。痛い。うん。少し、ここのね、腎のところが少し気になるから、肝腎で。声が聞こえるんだって。そうそうそう。変わんないか、これは。でも、股関節が変わった感じがしません？さっき90度だったでしょ。はいはいはい。こんぐらいでしたね。うん。ほんとだ。そう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 。何ですか？ここは、卵巣とか卵管とか。あ、それでここが詰まっちゃうんだ。そうそう。で、膝が痛いって言ったのだっけ？うん、膝痛い。膝は？そっち。こっち？うん。だから、この、卵巣卵管の陰部神経閉鎖膜からのこの、この膝、内側、うん、3点ぐらい治療してみて、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。思ったよりなんかこう、これが硬かったですね。うん。うん。でもすごい楽。そうですか？うん。はい。右足一歩前出してください。はい。で、これがもうね、さっきより広いんですよ。うん、歩幅が。うん。良くなってくると、うん、パフォーマンス変わるんですよ。勝手に。勝手に変わるんですよ。だから、高齢者とかに、やんやん言うより、体良くしてあげた方の方が、止まってください。うん、まあ、こっちが。で、この時にさっきはね、手でこう頑張るんだけど、うん、それがここで手が参加してない、うん、こっちですよね。はい。でもやっぱちょっと二インシャーなこっちね、二インシャーなんだけど、せーの、うっ、よいしょ。頑張れ。あ、全然違う。そうだったでしょ、うん、こっち全然強い。そうなんですよ。すごい。多分まだ残ってると思うんだけど、うん、この検査も、はい、お辞儀してください。これ OK ですね。あ、で、まだあるんですけど、片足ですね。うん、片足は、ね、多分まだだと思うんだけど、うん、ちょっとやってみましょうか。はい。はい、ちょっとまだ後ろに行ってるんですよ。だから足広げていくんですか。そうそうそう。こっちまっすぐでいいですよ。そう。こっちだけ、うん、よいしょ。さあ、でここを少しね、うん、女性ってどうしても外方に出ちゃうんですよ、パンツがね、うん、よいしょよいしょ。はい、OK です。で、これで片足立ちしてみましょうか。はぁ、ね、後ろに行ってないでしょ。行ってない。だから位置が揃うと乗るのよ、ちゃんと。不安定だと背中の筋肉で頑張る、うん、それを繰り返すと急性腰痛になるんだけど、位置だともうすごい綺麗ですよ、足真っすぐだと。なんかすごい綺麗な感じがする。なんかすごいやっぱ真っすぐだと。真っすぐ。もう一回行くの。怖くない、うん、さっきは手を使ったりしたのが、うん、今もうここだけでいろいろできちゃうみたいな、うん、で位置上がりますよ。すごい。なんかこの辺が確かに整ってる、軸が。軸が、うん、ああ、そうそうそう。そうね。いいです、いいです。で、これ自分できるから、うん、頑張ったでしょ。とか、膝もこう手力もやっぱ大事なんですよ。毎日歯磨きみたいな。はい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 、良いです。こんなありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうなんか私が全然想像してたのと違うというか、はいはいはい、すごいソフトとかこう、なんかしてるのかしらみたいな、なんかちょっと押してるかなみたいな感じで、はい、すごく当たりがソフトで、当たりがソフトで、はい、はい、びっくりしました。でもなんか
変化がすごいはっきり分かったのと、痛いところもあったりしたんですけど、すぐ痛くなくなったりとかして、その変化がすごいはっきり分かりました。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと本当魔法っぽいっていうか、理由が分からないので魔法っぽい感じがするのと、まあ、なんか前にも聞いたんだけど、後ろが痛いなら前に原因があるとかっていうのはなんとなくは聞いてたけど、なんか本当にこっちを触ったら背中のコリがなくなっていくとか、腰痛のこの張りがなくなっていくとか、そういうのがすごくびっくりしました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかどうでした、はい、私の体は。いや、すごい楽しく一度できて、はい、楽しかったです、はい、なんていうんですかね、いろんな大きい不調はないけど、うんうんうん、なんか小さい不調があるって感じですね。 あ、はい、あとなんかこう体に効くっていうのは何かどういう反応があるんですか。触ってて、あ、こっちに今引っ張られてるねとか、あ、ここ良くないねとかっていうのはどんな反応があるんですか。こう触ると、うん、あ、こっちですよみたいな。そう、なんか何がエネルギーが、いやいやいや、もう何が物理的なものです。膜がこう引っ張ってこう、あ、こっちですよみたいな。わかるんですか。わかります。絶対誰でもわかります。誰でもわかるんですか。誰でもわかります。意外と、もしかしたら普通の一般の人の方の方が、うん、固定概念ないからわかるかもしれないですね。うんうん、変にあると、うん、何なのみたいになっちゃうんですけど、小難しく考えないで、うん、もう本当。触ると。そう、教えてくれますよ。え、こっちに引っ張られるっていうことは、右側に何かがあるよっていう。そこに行って何ですかって聞く感じで、またそこに行って、そう、それがすごい面白かった。なんかたくさんこう触って、あ、ここだねとかっていうのがなんか昔の聴診器じゃないけど、あ、ここだねみたいな。なるほど、なるほど。今って何も触らないじゃないですか、触診しないじゃないですか。すごい触診されて、確かに、あ、ここに、あ、なんかここにあるねとか、あ、ここまだダメだねとかっていうのがすごいなと思って、よくそれがわかるなと思って。なんか私触ってるんだけどな、普段全然わかんない。痛いって触るときはあるけど、なんかそれがどうしてそうなってるのかっていうか、なんかそこの声が、まだ聞けてなかったなと改めて思いました。遠野さんはなんかいっぱい声が聞こえてんのか。あ、でも意外と自分のことはね、分かんないもんですよね。やっぱみんなでこうね、一人じゃいけないというか、助け合って、それに尽きるかなと。分かりました。はい。どんな人にこうおすすめですか？まあ、病気の人はね、うん、まあ、病院とかになっちゃうんですけど、うん、それより前の段階の方とか、純粋に痛みはいいんですか。痛みがある人はもう全然得意です。全然得意ですね、はい、分かりました。じゃあもう具体的な痛みがある人、うん、そうですね、はい、あとはやっぱ今回のコロナ騒動とかで、前の病院とかでの、うん、ママさんとかの不調が多くて、うん、コロナでじゃなくて制度ですごい左右されちゃって、すごく休めないし、はいはい、子供がずっと家にいるとかね、そう、うん、仕事も行きたいけど行けないとか、はい、ママとか、うん、応援できたらなと、はい、ママが笑顔だったらやっぱ子供もそうですよ、ね、パパもね、家がママが、ママが主役、調子悪かったら、そう全部そう崩れですね、家の中がね、あれですからね、はい、そうです。女の人が元気で幸せなのが一番ですね。あとそのなんか産後の、そうですね、私ね、ちょっと産んでないんでわかんないんですけどこうずれるんですよね。ああ、そうなんですよ。やっぱ子供がね、こう回旋しながら出てくるので、はい、なんかほとんどうちのママさんとかでも左の恥骨が上に、恥骨がね、はい、そうするとどういう、こう症状が、やっぱ股関節がね、開いてきちゃう、あ、広がんなかったり、うん、そうですね、なんかドアが引っかかってるみたいな感じになっちゃったり、やっぱその中の子宮卵巣卵管とかの、ね、血流が悪くなりますからね、位置が悪いもんね、そう、うんうんうん、そしたらいろんな不調がね、あ、なんかよくわかんないけど不調みたいな、女性特有の不調みたいな感じ。でもパパとかに言っても気のせいとか言われるかもしれないけど、うんうんうん、必ず体に声を聞けば、なるほど、原因はあるんですよ、はいはいはい、結構辛かったねみたいな、はい、あとこの産後のケアを、うん、やっぱ女性にも習得してほしいんですよね。あ、自分でやっぱ僕が治療するんじゃ本当のこと言えなかったり、うん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 、だから女性もね、あの、そういうふうにオステオパシーできるようになったらいいなと、はい、そうだからね、今後はねオステオパシーのその講習というか、そうですね、なんかこう、うん、教えるクラスをね、はい、やっていきたいなというふうにも思ってるんですけど、まずはまあ受けてもらって、そうですね、でそれを興味ある人たちをね、はい、また集めて講習、はい、結構ね大事なところ触るんでね、そうなんですよ結構ね、だから、まあ、あの、男性触られるのが嫌だなと思う人はね、ぜひね、女性のね、そう、女性同士の方が、ね、いいですよね、確かに、なんかそういう女性のね、そういう人も探して、ね、はい、はい、育てていけたらと思って、はい、そういうあの野望もありますので、ぜひお楽しみにください。まずはね、遠野さんの施術をどこで受けられるんですか。千葉県の元八幡というところで、はい、元八幡という時に、はい、やってるんですけども、治療院があるんですよね。そうですね、はい、はい、あと今後私のね、このサロンでも
1回でね、やってもらうのと、まあ、風のマルシェではね、日暮里のブースでも出してもらおうかなというふうに思いますので、はい、また概要欄に載せておきますので、はい、ぜひ治療してもらって、ぜひね、このゴッドハンドを試していただければなというふうに思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。